こんにちは、シバドです。今日は5050のイントロと A メロまでやっていきたいなと思います。押さえるところはすごくシンプルなんですけれども、ちょっとスピードが速いのでピッキングが若干難しいかなと思います。使う指は人差し指と薬指で、これは7フレット5弦4弦これを7575から下に行って1弦下がります、1弦下がって4弦と3弦で5757になります。で最後が9フレまで、で今度は9行って5に行きます。で最後は A ですね。5弦の5フレット、あ、7フレットと4弦の7フレット。でこれハーモニクスなんですけれども、5フレットの3弦を弦を押さえないで触れとくと、ちょっと触れた感じで押さえちゃうとっていう音が鳴りますよね。でちょっと離してミュートするとキンキンってなりますよね。これをちょっと離してあげる。音源では揺れてるんですけれども、アームで揺らしてるんですけれども、モッキンバードはアームがないので、この場合はハーモニクスを鳴らした後、ここフレットよりもこっちの部分ですねを3弦を揺らす。3弦のここをぐにゃ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 と揺らしたり、あとはこっちですね、こっちのここの3弦という方法もあります。でもまあイメージというか、見せ方的には、まあ、下から行くよりは上から行った方がパフォーマンス的にはみたいな感じになるのと、あとネックを揺らすっていう方法もありますね。右手でこっち押さえて、こう、こっちはこっちに押すと、右手はこっちに力を入れて、左手はこうですね。
っていう方法もあります。まあおすすめはで、A メロなんですけれども、パワーコード A のパワーコードですね。6弦の5フレットと5弦の7フレットで、2回目はこっちに行きますね。2フレットずれます。で、解放 E から解放、6弦解放、5弦の2フレットで、パワーコードで F シャープ6弦2フレットからをパワーコードで弾きます。上がっていくだけですね。一番最後のところは開放と5弦2フレット。これ上がっていくのがさっきの2フレットからじゃなくて3フレットからになります。で、またイントロに戻るっていう感じですね。じゃあもう一度やってみます。で、最後は12フレットの4弦と3弦スピードが速いので、スピードについていくイントロの練習をまずはしとくと、あとは A メロ B メロは必然的にこのスピードに乗ってこれると思うので、まずはイントロを。を早く弾けるように練習をしてみてください。50/50 のイントロと A メロは以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。